史跡新池蟹和工場公園は、大阪二日月市にある、史跡公園。新池蟹和製作遺跡を保存する公園である。新池蟹和製作遺跡は、5から6世紀の遺跡で、埴輪用18基と、工房、工人集落からなる、全国最大級の埴輪工場跡である。一帯は、日本初期、金明天皇23年上にある。 摂津国三島郡衆黒白木人の先祖なりと考えられている。今白塚古墳の埴輪は東工場で作られた。一石粋では1988年から調査が始まり、1994年に埴輪工場公園として整備された。1991年7月20日、遺跡粋が指定の国の史跡、今白塚古墳に追加指定され、 史跡指定名称が、今白塚古墳不審池蟹羽製作遺跡に変更。羽羽工場館高月市教育委員会文化財課、羽羽工場公園リーフレット、京太天皇と今白塚古墳 P157、京太天皇と今白塚古墳 P158。ありがとうございます。